おはようございます。はい、おはようございます。レイブンです。はい、ヤタガラスです。ヤタ？はい。どうしよう。どうしちゃったんですかね。画面真っ白。本当だよなぁ。もう、一気に銀世界になったね、完全にね。氷河期到来ですね。来るとは思ってましたけど、完全早かったって。まっすぐだなぁ。ケインさんとかがさ、はいはいはい、なんかアルキビの映像でタレ飲みなんて言うからさ、ちょっと残しちゃったよ俺。まったく、今日本当はさ、はい、ほら、ケインさんに、はい、アレックス、はいはいはい、縛って、あの、冬越しさせてます、みたいな、言ってたじゃん。はい、あれは切らないっていう話だからね。そうそうそう、はい、だからさ、縛ろうと思ったんだよね。本当はそうですね。たださ、はい、さっき見てきたんだけど、雪の中なんだよね。そうですね。うん。こっちのタレックスでしたね。まあ、ほんとに。めちゃめちゃ綺麗だったけどね。そうなんですよね。どうすっかな、今日。どうしますかね。あ、でもそういえば、まあ、縛るといえば、レイ君、あの、便利な縛り方とか、やってなかったですか？あー、前、やたにな、大学生教えた、はい、あの、縛り方な。はいはいはい。あれさ、実は前の職場で、はい、あの、バラの誘引とかで使ってた縛り方で、うん、あの、ね、その時はね、映画縛って言ってたんだけど、縛り方を。でもなんか調べるとな、はい、なんか男結びって。そうですね、正式には男結びとかっていう、ね。あの結び方やればさ、何でも縛れんのよ。そうなんですよね、あれ万能ですもんね。ああ、いいよな。鶴原の誘引とか、はい、まあ、ああいう雪囲いのね、縛りから。うん、何にでも使えるから、うんうん。それちょっとご紹介できたら。そうですね。はい。この日っていう感じじゃないけどね。手がかじかんで。そうなんですよ。手がかじかんで。ちょっとわかんないところですけど。ちょっと微妙なところだけどね。はい、あ、じゃあまあ今日はさ、はい、まあ、結び方というかね、誘引の仕方の、うん、まあ実演ご紹介みたいなのがね。そうですね。うん。はい。やったらいいかな。やっていきましょう。うん。はい、じゃあまあ本日も、一日、めちゃめちゃ寒いですけど、よろしくお願いします。お願いします。やったー。はい。とりあえず現場見に行こう。はい。うん、もう、ちょっと見るのが怖いですけどね。まったくだよな。あれだ。トリックス、ちょこちょこしか出てないじゃん。はいはい。ちょっとね、掘り返すっていう。必要がありそうですね、こんだけ深いと、はい、まあ、とりあえずこんな現状なんで、はい、あのバラがさ、はい、ちょっとあるんだよ、はい、残ってるやつが、雪囲いできなかったやつが、うん、それをちょっとじゃあその縛りも含めて、はい、あの五伝授、はい、しようかなと、はい、うん、じゃあそれでやっていこう、はーい、うん、はい、着きましたね。ここさ、はい、うちのそのバラの親木畑っていうの、うんうんうん、まあ基本的にはライセンスがないオールドローズとかが多いんだけど、はい、これ実はさっきまでこんなになってたね。雪に埋まっちゃったんだけど、はい、あのジャックカルティエっていうカルチェとかいう品種なんだけど、はい、ジャックカルチェっていうあのポートランドダマスク、うんうんうん、ダマスクって聞いたことある？ああ、なんとなくありますね。あのすげえダマスク香なんつって香水取るようなさ、うん、はい、結構あの花の香りのすごい強い品種なんだけど、はい、このその中でもそのダマスクの中でもポートランドダマスクってつく、うんうんうん、まあ、オールドローズは、はい、返り咲きするのよ。へー。で、まあ、四季咲きとまでは言わないけど、はい、あのカットしてやると何回か花咲くんで、うーん、あのこのオールドローズは基本的に結構どこで切っても花が咲く、あのいい品種、おー、うん、そうなんですね、香りもいいしな。へー。じゃあこれをね、はい、まあ、ちょっと雪囲いというか、はい、まあ、軽く剪定からしていこうかなと思う、はい、まあこんな感じで、まあ、はい、見ても分かるんだけど、はい、これ、まあ、今年伸びたいい枝だよね。すげえ太くてね、うん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 、でこれはだいぶ前に伸びた古い去年の枝だよね、はい、で、まあ、バラって自分のものだと、うん、剪定って躊躇するじゃない。はい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 、もったいないみたいな、どうしようってなりますね。関係ない。あ、そうなんですね。結構バッサリいってもいい。もう3本残せば、これぐらいの株だったら3本残せば十分。唯一雪国で、はい、あの怖いのはその
仮に3本いいの残しても雪で折れちゃった場合があるじゃん。あ、はい、で多少保険とかは、うん、の枝を残しとくっていうやり方は全然俺は OK だと思うんだけど、うん、本来その、まあ、必ず冬残るんであれば、うん、いい枝3つ残しときゃ十分。こんな感じで、うーん、はいはいはい、でこういうようなちょっと古い枝はもう正直カットしちゃう、うん、これもまあ前もいろいろどの植物にこれ負け枝なんだよね。ああ、ちょっと細いですね。そうで、はい、こいつがこの枝がね、うん、勝ち枝勝ったんだよね、はい、だからもともとこっちにエネルギーいってたのがこの枝が出たことによってこの枝が強く勝ったのよ、うん、だこれもう負けてるからこんなんいらないよね。お、はいね、でさっき言ったこれ、はい、正直言うとまあみんなこう負けてるというか株元でみんないい枝がどんどん出てきちゃったことによってもう完全にこの枝自体が細い枝負けちゃってるんだよね、うん、だからこれ切っちゃう、はい、うん、もしこれが折れる可能性があるんだったらこの枝ぐらいだったら残しといてもいいかもね。うん、うん、だけどもう全然大丈夫なんで切っちゃう。こんなんでめっちゃすっきりしたよ。そうですね、こんだけ綺麗に残ってれば大丈夫。うん、なんか形もね、そうちょうどいい感じですね。やだ、いいこと気づいてくれたね、はい、実を言うと、はい、雪国この後さ雪囲いするじゃん、はい、まっすぐ立ってる風な剪定にする、うん、心がけると、うん、こう縛りやすいし、うん、この三角サンクチャリー、はいはい、この間やったじゃん。そうですね、あれに入りやすいから、うん、あんまりこう横にこの横に出てるような枝は、うん、できるだけまあうまいこといらなければ切った方が管理はしやすい、うん、でまあ正直これどこで切っても咲くんで、はい、この辺で押さえちゃおうか。この辺で二股になっちゃってるじゃん。そうですね、はい、いらないんでもうこの辺で、うん、できたら外芽って言ってバラがの芽がこう外向いてる方、はいはいはい、内向いてる方で切っちゃうとこういう風に出てきちゃうんで枝が、うんうんうん、じゃなくて、まあ、こうやって外向いてる、うん、外側に向いてるね、はい、枝のこの上で、まあ、ちょっと斜めぐらいでこんな感じ。おでこれもだいたいこの芽が外向いてるよね、はい、こういう感じでちょっと斜めぐらいで、うん、感じでだいたい合わせて、そう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 、高さだいたい合わせて ね、 でこれもそうだな、ここにあるんだよね、この部分に見えるかな、はい、うん、この上あたりこの辺かな、うん、こんな感じ、うん、これで OK。 おー、意外と簡単っすね。うん、うん、でまあこれがろうそくのようにこういう風に縛れば、はい、うん、例のサンクチュアリ支柱、はい、やりやすいじゃない。そうですね、そうこの時に必要な縛り方を今日は伝授しようかな、うん、はい、この剪定は別にどうでもいいんだよ正直誰がやっても咲くんだからさで、はい、基本的に使うのは麻ひも、はい、あ、この前出た、そう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 、ね、この間出た麻ひもで今回は、うん、まあ、分かりやすいようにこの手袋してると結構大きいから見づらいかなと思って、うん、はい、ちょっとこのゴムで行ってみようかなって、はい、めちゃめちゃトゲあって嫌なんだけどだ最終的にはこういうのをつけて縛れるようにならないと、うん、まあバラとかね、そうですね、そういうのはちょっと大変だけど、うん、まあ、今回は、まあ、一応見せるっていうことなんで、はい、まあ、大体二重にするのが基本、こうやって二重にする、うんうん、はい、でこんな感じね、二重にします、はい、二重になってますね。でこういう感じ、わかるかな、下に一回通すみたいな感じですね。でこう回して、はい、キュッと縛って、はい、これをこの穴に入れる、で縛る、うん、二重にします、二重にします、短い方ですね、方を短い方の、はい、初めの先端の方を下に持ってきて、はい、これを一周、はい、指にぐるーっと巻きつけるんですよ ね、うん、巻きつける、はい、でここで絞る、ギュッ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 、うんうんうん、でここの点、この軸をこうちょっと押さえながらこの先端をこの中に入れる、はい、入ってますね、入ってるね、はい、でこう絞る、これやっぱ便利な点は、うん、
あらかじめ切っとく必要がないっていう点ですよね。そう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 。うん、蝶々結びとかはね、一旦こう。そうだね、普通こうやってこの辺でこうやって切って、切ってなんかこうやって、こうやって二つ、こういう感じでやんなきゃいけないじゃない。そうなんですよね。こうやってね、はい、こういうふうに。うんうんうん。こうやってやんなきゃいけないじゃない。はいはい、だけど、今のやり方だと、うん、これそうなんもうそのまま続いてるじゃん、これ。うん。これね、そのまま繋がってる状態で、そう、ね。うん。長さがわからないものでも、そうそうそう。できちゃうっていうのがいい点ですね。いくよ。もう一度いくよ。下。はい。で、ぐるっと回す。で、絞る。はい。で、この先端を、この穴に入れる。自分が今持ってる指かけた、この、こっちがね、はい、これね。穴に入れる。で、本当だと、これ全部入れて、こうやって縛るのよ。うんうん、そうすると、完全にこう、肩結びみたいな状態になって、うん、もう取れない。はい。うん。俺は習ったのは、本当はこれなのよ。うん、だけど、なんかやっていくうちに、このリボンにしとくと、肩リボンみたいな状態にしとくと、はい、これ取れるのよね、こうやって。うん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 、はい、再利用しようっつったら多分これ 2,000円ぐらいだと思う。1メーターで1円だから。そうっすね。だからまあこれはまあ天然以来のものだけど、まあまあ正直ね、うん、まあこれはこれで役目を終えるのかもしれないけど、はい、まあ、取るときに、まあ、いちいちハサミいらなくて、うんうんうん、スッとこう抜けるから、はい、そういう点ではそのこの結び方でやるっていうのは、そうですね、うん、いいかもしれないね。いいですね、うん、こんな感じね、うん、さらにもう一回いこうか。ちょっとそうっすね、これは誰でもできるもんね、二重にするまでね、はい、二重にしてるだけですね。この、先端の方を下にして、下にしてますね、はい、回す。ぐるっと指に一周巻きつけます。回す。で、これキュッキュッキュッ、うん、絞る。こう軸をこうやって、まあ、親指とかで押さえながら、はい、で、まあ、こういう風にこの中に入れる。下から上に通すって感じですね。そう。で、これをギュッギュッギュッってこの、なんつうの、長い方というか、うん、メインの方に、ね、を引いていく。ギュッギュッギュッと。そうするとこういう感じ、しっかりテンションをそこそこ効いて、はい、うん、完全なる縛りになる。うん、うん、はい。これだけやればさ、綺麗にそのサンクチュアリッシュできるでしょ。そうっすね、うん、はい、どうどう、うん、これ便利なんすよね、うん、何でもいけちゃいますからね。何でもいけるよ、うん、本当に、うん、バルだけじゃないもんね。はい、そうっすね、うん、はい、雑誌とかもいけちゃうんですよね。そうだね、廃品回収的なやつ、はい、かなり便利ですね。そうそうそう、本当雑誌とかもね、うん、全然この縛り方でいけるし、うん、もう紐とハサミさえあればね、もう何でも縛りたくなっちゃうじゃん。そうっすね。いけちゃう。そうそう。俺もね、はい、初めこれ教えてもらった時にね、うん、椅子とかずっと縛ってたもん。うんうん、偉そうに言ってるけど、はい、俺結構これ覚えるまで時間かかったのよ。ああ、僕もそうです。はい、なんでこれどういう構造みたいな。うんうんうん、だけど、まあ何回も何回もやっていくうちにね、うん、うちらの視聴回数も伸びるしね。そうっすね。ぜひぜひ。はい。これだけ見たら、ちょっと、何が。カツラって感じじゃない？カツラ埋まってますって感じ。いや、こんなんすよ。縛れっていうの。フニーさん人が悪いな。ちょっとこっちも見てよ。まあ似たようなカツラだけどさ、はい、緑バージョン。ああ、うんうんうん、これカレックスキウイってやつかな。緑のやつですね。はい、朝日もが茶色いからもしかしたらこういう緑の方が、はい、縛るのに分かりやすいかもね、うん、そうですね、はい、まあいいや、両方やってこ。はい、うん、とりあえずこれ取らねえとね。そうなんですよ、ね、もう降ってでももう4日ぐらい経ってるよね。はい、もうちょっと硬いのよ。ちょっと溶けてからまた冷えて固まったみたいな。そう、日中結構で溶けたからそれがまた氷みたいになって、あ、一応こんな感じだよね。そうで
そうでしたね、うん、じゃあちょっとこれまだ小さいからな、こんな感じかな。うん、ほんとまあ玉ねぎ状っすね。うん、まあさっきのバラと一緒だけど、まあ二重にそしてキュッキュッと縛って、はい、で同じキュッキュッと、はい、カレックスと紐が分かんなくなっちゃうぐらいそういう感じ。これをキュッキュッキュッと、こんな感じ。うん、うんうん、はい。でもう一つ、じゃあそっちのブロンズの方やってみようか。はい、これもねカメラだとちょっと伝わるかどうかわかんないですけど、雪が乗ってね結構綺麗は綺麗なんですけどね。唯一な、はい、バルキリー姉さんの言ってることが少し理解できたもん。ああ、うんうん、うん、かもねーとか言ってキラキラーっとねー言ってましたね確かに何がキラキラかと思ったけどあとは本当にもう本当2日3日前に撮ったんだよ、うんうん、それは本当に綺麗だった。うん、じゃあ行きます、オニオン縛り行きます。要はこの外のこのグラスで葉で中を芯を守るっていう、うんうん、そういう意味でまあ縛るってことなんだろうけど、うんうん、だってさそうっすね、めっちゃ冷たいっすもんね。冷たすぎでしょ雪中カレックスだっけ。雪中カレックスじゃあラストね、はい、これが最後、こうして一周、はい、してキュッキュッキュッと、はい、この上の方を縛って、ね、ちゃんと親指で軸しっかりクッと止めて、はい、でくるっと回してこの穴に入れる、でこれを引くだけ。 OK、 はい、うん、じゃあまあこれ溶けた時にな、はい、まあじゃあやたさこれ、はい、溶けたらまた連絡するわ。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ、やた、いやどうでしたかね皆さん。あれは結構いい回なんじゃない？そうっすね。あ、まあ本当何でも使えますし、本当そうよ。うん、かなり便利な結び方でしたね。生活もね、はい、そういうのに必要だもんね。はい。うん。まあできたら毎日見てもらいたいよね。そうっすね。うん、繰り返し見てもらえれば多分分かってくれると思います。視聴回数のあれだろ、稼ぎだろ。なんだかんだ言ってちょっとバラのね。なんか軽い剪定のレクチャーみたいなのもあったしね。ああ、そうでしたね。はい。好き焼きのバラはどこで切ってもいいですよ、みたいなね。はいはい、はい。あれ一つ覚えておくだけでも、うん、本当に怖いもんなしだもん、剪定なんて。もう本当そうですね。うん。はい。まあさっきもちょっと、現場でも言ったんだけどさ、うん、やっぱ原種、行き先のバラのね、剪定をね、今度ね、うん、しっかり、お教えできたらいいなと思ってるんで、はい。まあちょっとね、今後、ちょっと雪の加減もあるから、うん、まあ、どんなタイミングで出せるかっていうのはちょっとわからないんだけど、はい、うん、俺の大好きなルブリホリア、まあ、ヤタも好きだろうけど、はい、フジンさんもっと好きだろうけど、ロサルブリホリアとかさ、うんうんうん、ああいう品種は、まあちょっと一回しか咲かなくて、うん、で、ローズヒップたくさん楽しみたければ花たくさん咲かせないといけないし、そうですよね。うん、そういうやつの剪定とかね、はい、まあご紹介できたらいいなと思います。はい。はい、まあまあ、こんな感じで、はい、今日は便利な結び方ですね。はい。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。少しでも興味を持ってくださる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう寒いんで、部屋入ってゲームしまーす。